台の大型バスが走っている。どこから来てどこへ行くかはっきりはわからないが、ともかく夜明け前の闇の中をめちゃくちゃなスピードで走っている。波のバスとは感じが違う。ヘッドライト、モールのランプ、気のせいかバカに青白い。冷たいつむじ風が走り去るバスを覆う。暗い客席はよく見えない。シートには誰もいないようだ。ハンドルを持つ男、切れ長のつり上がった目、のっぺりした白い顔、唇は妙に赤く、手袋の黒が薄気味悪い。ブルーのボディは闇に包まれてはっきりしない。2本のライトはまるで輪のように青白い。バスは闇に走り去る。こちらは闇の中の停留所だ。7人の女の子たち、厳しい冷え込みをものともせず勢ぞろいしていた。どうかな、似てるよ、絶対ウサギは似てるって言ってない。でもさ、割とサキサキしてていい感じじゃない。ねえ、ちょっとおしゃれ、パッツタイムラウ、5時5分始発は5時20分か。どこで遅いね。彼ね、カッコつけてギリギリに来ると思うよ。ねえねえねえ、ハッカヌダガム誰か持ってない？ちょっとこれと交換してよ。なぜだったらもう何か食べようってな。ちゃうのだ、ね、このおしゃれのさ、ナップザック、ナップザックさ、どこで買ったのって、パッと、安いのよ。これね、誰か来てるか、誰か来て来て来て。今日行く古い家ってどんなとこか聞いてる？聞いてないよ。それにしても遅いよね、東郷くん。そろそろお出ましになってもいい頃よね。ねえ、あれバスの本じゃない？バスよ、今聞こえた。でもさ、始発まで10分以上あるわよ。おいおい、来た来た来た。ダメよ、東郷先生まだだもん。どうするどうする、バスよ、路線バスかな。ために待ってたんだろう。どんな？これ、あの始発バスですか？ああ、東郷先生待ってんだろう。先生はちょっと遅れるけど、後から車で追いつくってよ。あの、私たちどこで降りるのか聞いてないですけど。降りるところは教えるよ。早く乗れよ。どうする？乗っちゃう。乗っちゃうね。乗っちゃう。他に客は誰もいねえよ。好きなところに座ってくれ。みんな乗ったか？乗ったね。始発のバスでしょ？あいつ返事しないよ、おしゃれ聞いてみて。よし、あのこのバス路線バスでしょ？運転中に話しかけるなよ。部下が起きてる知らないで。景色はさっぱり見えないんだもん。でもこんなにいつまでも真っ暗っていうのもおかしいね。変な感じのバスね。スイート怖い。まさか。でもさ、
ちょっと、もう少しね、スピード落とせって言ってよ。運転のやり方に失礼とも言うんじゃないで。黙って乗ってなよ。マック、メロディー、何？今走ってんのトンネルの中じゃない？トンネルなんてこの近くにないじゃない。ルームミラー見て。運転手こっち見て、ニタニタしてるわね。やだ、あいつの唇、赤くてちょっとする。ねえ、ここ、絶対トンネルよ。うん。やっと気がついたかい。永久に終わりのないトンネルよ。なんでこんなとこ走ってるのよ。お前たち怖くないのかい？キャーキャー悲鳴上げて泣いてもいいんだよ。するもんですかね。地の底まで続いてるトンネルだ。ほら、下り坂になってるだろ。なんならエンジン機切ってみるか。バスは転がり続けるぜ。ほれ、助けてくれなんて泣き出す先生いねえのかい。私たちね、スピード慣れてんだ。そんなことでビクビクするやついないんだよ。意気がってないで真面目に運転しなよ。分かったかい。いいかい、化け物みたいな運転手に化けんじゃないよ。オッケー。そうだね、みんなあの歌うと三四ララ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 ラ7人の協力に根負けしたのかもしれない。得体の知れないバスは朝の光の中に止まっている。そこは辺り一面枯れすすきの原っぱだった。運転手の姿が煙のように消えている。7人はとりあえずバスを降りてみた。こういう体験をするとさ、テレビかなんかが取材に来るかもよ。何言ってたの？あれ、どうしたのよ。見てよ、今乗ってきたバス消えてる。あれ、怪しい怪しいと思ってたんだ。ねえ、こんなとこに連れてこられて私たちこれからどうするの。その時だった。枯れたススキの中から一人の子供が現れた。いや、子供じゃない。ボサボサの白髪頭、しわくちゃな顔、小人のような老人なのだ。皆さん、黒神邸へようこそ。さあ、ご案内しましょう。東郷先生もお待ちかね。鈴木は枯れてもチクチクする。お気をつけてくださいよ。あ、そう、あ、こっちです。枯れたススキをかき分けて老人は歩き出す。